政治の責任で金沢駅前にできた人だかり。実現しなければなりません。日本の軍事費 GDP 比 2% 軍事費の2倍、こういうふうに一口で言いますけども、これは本当に新たに6兆円近い財源を作り出さなければなりません。結局これは消費税の大増税か、社会保障を大幅に引き下げる、これしかありません。お願いします。共産党の新人西村宏候補、憲法9条を守り自民党が進めようとしている軍事費拡大を真っ向から否定。消費税を 5% に引き下げることなどを公約に掲げています。選挙戦では新型コロナの感染拡大を防ぐため集会は開かず、商業施設やスーパーの前などで街頭演説を繰り返します。その結果、あ、外しますよ、外しますけど、あ、ちょっとやっぱりあるねえ、レッサーパンダみたいですね。それだけやっぱ街頭頑張ってる人と、いや街頭では頑張ってるんだけどはい、私たちの訴えを聞いていただければ、あの、本当になるほどなというふうに思っていただけるというふうに思っておりますので、頑張り抜きたいというふうに思います。この日は珠洲市に入った西村候補。安保法制も強行されました。今度は憲法に自衛隊を書く、ありがとうございます。その自衛隊は敵基地攻撃能力を持つ、こんなことが検討されております。お母さん、どうも、お騒がせしました。頑張ってください。また頑張りますんで、よろしくお願いします。ありがとうございます。ありがとうございます。頑張ります。しかし西村候補が気にしていることは、これもそう、そういうのね、これもね、先月起きた地震の被害状況です。一人暮らしの人にね、まあ、補助金が出るかな、なんかしやればいいかね、わからんわね、年ですわね。暮らしの悩みを解決するのが政治の原点です。これは規模で言えば、あの、東日本の震災だとかそんな ところじゃなりませんけど、一人一人という被災者という点で見ると本当にそれぞれ大変ですから、そのことをよく掴んでいかないといけないなというふうに思います。地域の小さな声を聞いてきた経験を生かし、暮らしと平和を守る政治を訴えます。厳しい選挙、試練を乗り越えさせていただいて、やがて内閣の一員として働かせていただきたいと存じます。4選を目指す自民党現職の岡田直樹候補、官房副長官や自民党の参議院国対委員長を務めた実績をアピールし、自公連立政権の継続を訴えます。参議院の選挙を乗り越えた後の国会では大きな経済対策をやって、安心してお仕事に励んでいただけるような環境を作るために頑張ってまいります。実績と人柄を前面に押し出し、余裕の選挙戦と思いきや、手綱を緩めることはありません。日中は県内をくまなく回り、夜は集会や個人演説会を何箇所もはしごします。いかんでしょうか、その顔白い真っ黒に日焼けするほど票集めに奔走する理由、それは次に、また新たな役職を待ってるかもしれないときにね、それにふさわしい票を与えてくれるということは極めて大事なのでね、その辺もやっぱり意識してもらいたいと。当選すれば次の内閣改造で大臣就任間違いなしとされる岡田候補、勝ち方にもこだわります。公示後初の週末、岡田候補が遊説先に選んだのは震度6弱を観測したばかりの珠洲市です。復旧にどのぐらいの時間がかかりますか。ね、
プロが急いであっても1ヶ月はかかるでしょうね。防災服に身を包み、候補者の中で最も早く現地を視察しました。内閣官房副長官として危機管理要員を2年余り務めましたので、防災減災、そうした対応をしっかり取っていきたい。岡田候補が官房副長官として支えた菅前総理、安倍元総理も県内入りし、太鼓判を押します。岡田さんの場合は私が菅さんになったのにもかかわらず官房副長官として残った、まあ、いかに有能であるかということを皆さんに、知っていただきたい。日本人に必要な話になるとか立派な話になってもらおうじゃないか。圧倒的な勝利で初入閣を目指します。近藤和也さんのようにお一人お一人にお声を聞いていく、そんな議員を増やさなければいけないと思っております。近藤和也衆議院議員と珠洲市内の街頭に立つのは立憲民主党の新人、小山田恒子候補。かなり日焼けされました。大丈夫ですか？ほら、この差みたいに一生懸命やるっていうのを私の中でモットーにしているので、日焼け関係なく頑張りたいなと思ってます。子育ての経験などをもとに女性目線、庶民目線の政治を掲げる小山田候補。物価高を岸田インフレと批判し、消費税の時限的な 5% への引き下げ、賃金の引き上げを訴えます。しかも今の総理はこれをロシアとウクライナの戦争のせいだと言っている。しかし前首相の経済政策からもう物の値段が上がることは分かっておりました。皆様口々に本当に生活が大変だ、どうして生きていったらいいんだ、そんなお声をいただいております。自民党候補の応援に安倍元総理が県内入りした日、小山田候補の元を訪れたのは立憲民主党の枝野幸男前代表です。補選の時にも初めて選挙戦うとは思えない候補者が残ったんですが、ますます説得力のある話を今日今金沢駅前で一緒にさせていただきました。厳しい状況にある皆さんの声をしっかり受け止めている、それが話の説得力につながっているんじゃないかと。暮らしの現場の声を国会に持ってきてほしい、国の政治に伝えてほしいと本当に心から思っております。今の物価高はアベノミクスの目指した未来が今やってきているわけですから、まあ、よくもまあのこのこと地方回りができるなと、良い意味で退避された一日だったのではないかなと思います。今年4月の参議院補欠選挙にも出馬した小山田候補。当時は山口県出身であることから落下さんと揶揄されました。今回は住民票を金沢に移し、石川での浸透を図ります。石川県で根を張ってやっていくっていうところを皆さんに信頼だけはお示しできたらいいなと。まだまだ足りないと思うので、暑さに負けずにより活動量を増やしていくだけだなと思ってます。石川にしっかりとした根を張り、残りの選挙戦も駆け抜けます。人生初めての選挙戦、第一声に選んだ場所は去年神奈川から移住した小松市です。既存の政治家だけに任せ批判だけをするのではなく、共にその歴史や背景を学び、そしてみんなで一緒に政策を作っていく。ありがとうございます。政治団体参政党新人の崎沖仁志候補、利権やしがらみが日本を衰退させていると訴え、日本を大切にする歴史教育の推進や食の安全などを訴えます。開催を認め、そして支援者の多くはマスクを外しています。その理由は、おかしいと思いませんか？みんな嫌なワクチンを打って熱を出しながら我慢をして、それでもコロナにかかりたくないと、
思って打った方が日本人の2回接種まで8割います。このことが政府が嘘をついていた、そういうことなんです。何も信じられません。もう私たち国民は政府や野党の皆さん、そしてテレビや新聞には騙されないぞって、もう自分たちでやるんだぞって。政府の情報は利権に誘導されていると訴えます。あ、お疲れ様です。お疲れ様です。焼けましたね。焼けました大丈夫。そうですね、今日も平日の昼間でもね、すごいたくさんの聴衆の方が集まってくださったんで、参政党に対する期待は感じますね、はい。SNS を中心に口コミで広がり、集会の参加者は日に日に増えています。本当にグローバル全体主義、もうこことの戦い、愛する家族がいるにもかかわらず自分で志願して突っ込んでた、そういった方々、そういった方々が今の日本を見たとき、今の僕を見たときに、何やってんだと、本当にもうそろそろ国益言ってたら、もう国民は黙っていないぞと、もうそういった形で私たちの代表はガンガン多分聞き込んでくれるはずです。よー、比例代表で議席を獲得し、国政政党を目指します。はい、NHK 金沢放送局前より NHK をぶっ壊す。真面目な面もある。 NHK 党新人の山田新一候補、よろしくお願いします。埼玉県出身で、出馬前は NHK 党のビラ配りなどを行うボランティアとして活動してきました。年金受給者の NHK 受信料を無料にすることなどを政策に掲げています。よろしくお願いします。今日は5時頃までです、はい。また明日富山県で、富山県で今度はね、これ岐阜県に行くんです。限られた台数の車を全国に広げようということで、日程を決めてこちらに来ております。はい、この日山田候補が行ったのは掲示板にポスターを貼る作業。他の候補者はすでにポスターが貼られています。しかし NHK 党はボランティアの数が少なく、貼り切れていないのが実情です。候補者自らポスターを貼って回ります。旧来の政党はこういうデータを持ってるんですが、私どものような新しい政党はこういうデータ持ってないので、一個一個スタンプラリーのように回っていくと、こういうデータを蓄積すれば次回活かせるんですが、ポスター貼りも進んだ選挙戦中盤、初めて選挙カーを使った街頭演説を行うことになりましたが、長野から来てやっぱり時間読みができなくて、遠すぎて時間、思ったより時間かかっちゃったみたいですね。もしよかったら一緒しませんかって言ったら、やっぱり党本部も結構立て込んでましてですね、コールセンターにこの後すぐ入るっていうことなんです。スタッフがみんな立候補しちゃってるんで、本部が大変なんです、はい。予定より1時間遅れでの凱旋スタートとなりました。1票を入れていただくことによって、NHK 党に約1票250円ぐらいの政党助成金というものが入ります。その政党助成金でもって皆様の不払いしている受信料を肩代わりしております。ですから NHK の受信料は払わなくても大丈夫です。そんな一人で行う地道な活動を SNS でも発信。政党要件を満たすため、選挙区で 2% 以上の票獲得を目指します。石川県より NHK をぶっ壊す。
と打ち方がいいですかね。政治団体維新政党新風の針原孝之候補。もう自民党政権がぶっ壊してきたこの日本経済、そして皆さんの生活を立て直す第一歩として、まずは消費税、あんなものはもうさっさと廃止しましょう。消費税廃止を一番のスローガンに、日本経済の立て直しを訴えます。あ、そか、こういう狭いところでやると、あっちの広いところでしましょうか、はい、今回初めて選挙に立候補した針原候補、ウグイス嬢などは雇わず、一人で慣れない選挙戦に挑みます。この日もようやく届いたタスキをかけるところからのスタートです。普段は派遣社員として働いている針原候補、選挙戦の期間は有給休暇を取り、街頭に立ち続けています。国債というのは国の借金なんだから、ね、日本はただでさえ借金大国なんだから、これ以上借金を重ねたら日本は財政破綻してしまうなんてことをよく言うてますけども、あれはデタラメです。針原候補は経済対策のほか、憲法と日米安保条約を基本とした戦後体制の打破を掲げています。正直、まあ、当選はまあ難しいだろうなと思ってるんですけども、この消費税廃止に向けての一つのこう機能を高めるきっかけになれば、まあ、それで私の今回出た回はあるのかなと。維新政党新風は今回の参議院選挙に選挙区、比例代表合わせて10人を擁立しました。硬直した日本経済に新たな風を吹き込むのか注目されます。石川テレビでは投票日の午後7時58分から特別番組で選挙結果を速報でお伝えします。